こんにちは。7月の5日、金曜日の日替わり竹部でございます。さて本日の東京外為市場でございますけれども、ドル円相場、100円台の前半での推移というようなところで、今夜の米国雇用統計を待っての動きというところが見受けられます。下値上値、それぞれ本日は週末ご当日でございましたので、需給を中心とした展開が、実際だったのかなというところだと思います。いずれにしても今夜の米国雇用統計待ちということで、実はですね、ちょっととこちらの軽く宣伝でございますけれども、今夜ですね、米国の雇用統計直前特番というのをちょっとですね、日替わり焚き火の特別編としてご案内させていただきますので、こちらの方もですね、ぜひご覧になっていただければと思います。そして今回でございますけれども、両サイドから顔をこのように挟む形になりますが、7月の8日週の為替見通し、こちらの方もご案内させていただいてます。当社関連サイトからご覧になっていただければと思います。さて今回でございますけれども、ちょっとこちらの方をご覧になっていただけますでしょうか。米雇用統計直前のドル円心理と7月8日週の為替見通しと題してお送りさせていただきましたが、この回避率ちょっと改めてご覧になっていただければと思います。やはりですね、6月の下旬からでございますけども、ドル円の割値、上昇しているというところに合わせて、やはりこれは節目を意識しているというところでのエグジットになるんでしょうか。もしくは103円台、5月の下旬から下落して、そして6月の中旬まで、下値をつけたところでの、以前も申し上げました、ちょうどイーブン、コスト的な半分というところが98円の50銭水準から99円というふうにして申し上げた限りでございますけれども、その水準を超えてきたところで、やれやれ売り、ポジション縮小、そして今後どうなるのかなというような形で、ポジションを身軽にしてらっしゃる方々が多いのかなというふうにして見受けられます。それが回避率の低下に反映しているのかというところだと思いますが、やはり一旦1ドル100円の水準というのが大きな節目というところで、今後新たな戦略を、練り直すことが迫られるのが、ドル円相場の市場関係者なのかなというところが、この売買比率から見受けられるところでございます。さて今夜でございますけれども、週末、米国の雇用統計ございます。そして週末の土曜日日曜日に入っていくわけでございますので、改めて、週末リスクの方ですね、十分ご留意していただいて、ドル円相場、そしてその他の通貨も今ちょうどですね、米国以外の金融緩和政策、先進主要国の金融緩和政策というのが、顕著でございます。そういった意味では、取引 FX 全般ですね、リスク管理十分ご注意していただいて お取り組みいただければと思います。以上、7月の5日金曜日の日替わり竹部でございました。